白鷺山公園は、兵庫県辰野市の白鷺山にある公園。同様の象形と桜と筒ツ子ツの名所として知られる。白鷺山山城一帯にある自然を残した都市公園である。北は、西波丘陵県立自然公園の的場山と、辰野公園に隣接し、南は麓に鎮座する名神大社つぶ座、天照神社と、城下町日山地区を挟んで伊保川が流れる。 園内は、同様の象形、哲学の道などの散策路、5月の大広場、国民宿舎赤トンボ荘、展望台などの施設がある。白鷺山山町を縦断する散策路で、同様、赤トンボを作詞した詩人、三木露風の故郷である、辰野市が1984年10月に、同様の里宣言をし、1987年7月に、全国から募集した。 あなたの好きな同様の上位八曲の歌詞という歩道を白鷺山に整備したのが始まりである。歌詞は作詞者の出身地の石で作られており、石碑に近づくとメロディーが流れる。白鷺山南川中腹にある象景。哲学者、三木清の記念碑がある。哲学の道の南側にある広場。さらに、南襟林道を下ると、つぶざ、アマテラス神社の境内に出る。 辰野市氏が運営する公営宿舎として1962年にオープンした兵庫県か最初の国民宿舎である。7階の展望レストランからは辰野城の城下町を一望できる。館外の西に展望台があり、こちらは伊保川と中国山地を遠望できる。また玄関前には白鷺山山頂展望台に続く同様の小形の入り口がある。国民宿舎。 赤トンボ層では赤字が重なっていた上、コロナ禍で新たな指定管理者に名乗りを上げる企業がなく、営業の継続が困難となり、2021年3月末で休業することになった。古墳時代の築造と推定される古墳群で1961年に2基の古墳の石棺から人骨や二面の銅鏡が見つかった。つぶざ、アマテラス神社の近くには、 横穴式石室が開口している、狐塚古墳がある。ありがとうございます。